身って大事なんですけど、野球選手って、はいはい、で首の柔軟性が下半身のバランスに関係します。だから体が歪んだまま体幹を整えても歪んでますからね。わかりますか？左右対称にして体幹を整えるっていうのはすごく重要ですけど、はい、でなんで目と首が関係するかというと、皆さん首の後ろここちょっと触りながら目を大きく左右とか上下ぐるぐるって回すとピクピクしません？首の後ろ目を動かすと首も動くピクピクピクって動かしますね。はい、なので目を動かしてない人は首のここも凝り固まります。ここが凝り固まると下半身のバランスが悪くなります。で近藤選手も最初首が痛い人だったんです。慢性的に首痛いでもう動かない、朝起きたら動かないみたいなこともあったんですけど、このトレーニングやってからは本当に調子が良くなって痛くなってしまったね。はい、そういう感じです。はい、